KLM オランダ航空の本部、アムステルフェーンは、オランダの北ホラント州にある、基礎自治体。アムステルダム都市圏内にあり、同市及びアムステルダムスキポール空港に、隣接している。アムステルダム市内から直通しているメトロとトラムの、路線に沿った形で大規模な住宅地が広がり、地域西部には、欧州で最も広い都市公園、アムステルダムセボスがある。地域南端は、 産業団地及び農地となっている。KLM オランダ航空が本社を置くほか、キャノンやクレハ等の日本企業現地法人も多く、立地しており、ビジネスセンターの一面もある。アムステルフェーン市民のうち、約11%が外国人であり、その中でも日本人が、最も多い。中世、アムステルラントは、アムステル川を境に、 アウデル・アムステルとニューウェル・アムステルに分かれていた。アムステル・フェーンはこの西側の地区に成立した村を基礎としており、1964年まではニューウェル・アムステルと呼ばれていた。17世紀から18世紀にかけて、裕福なアムステルダム市民が静穏な居住地を求めたことにより、この地は一躍有名となった。当時のニューウェル・アムステルの領域は、 現在よりかなり広くシンゲル運河の外側にあるファンベアルストラットとケインチュアーバンから南側となっていた。アムステル川沿いのアムストルダウック通りとトールストラットが交差するあたりに1890年に建てられた旧ニューウェルアムステル市庁舎が現在でも残っている。その後、ケージュランより北側の地区がアムステルダム市に組み込まれたためニューウェル アムステルは、町の発祥となった、旧市街地区を含め多くの土地を失った。しかしながら、1930年代以降、裕福なアムステルダム市民が、現在のアムステルフェーンの北西地区に移り住んできた、ことにより、同地区は現在でも高級住宅街として知られている。第二次世界大戦後は、 アムステルダムスキポール空港拡張により土地を失った移住者の受け入れも相まってニューウェル・アムステルの市街地は急速に拡張した。1964年にはニューウェル・アムステル市に周辺地区を取り込んだ形で現在の地域をアムステルフェーン基礎自治体と定めた。1990年代に入ると市街地の拡張は一段落し、 最後の大規模な市街地拡張は現在のウェストワイク地区である。アムステルフェーン基礎自治体には次の地区がある。主張はヤンファンザーネン。基礎自治体議会の定数は35人である。基礎自治体の本庁舎はアムステルダムセボスのデポエル地に面した場所にある。なお、警察、消防はアムステルダムアムステルランと治安。 防災広域行政区域に属している。アムステルフェーンに大学は立地していないが、自治体のすぐ北側に隣接して、アムステルダム自由大学がある。同大学には、広域医療を担うアムステルダム自由、大学医療センターも併設されている。アムステルフェーンには20校の小学校が存在し、そのうち公立が5校、キリスト教系の私学が10校。 その他5校となっている。公立、私立を問わず、オランダ国内では、初等教育の学費は無償である。2008年1月現在、アムステルフェーン基礎自治体の総人口7万9003人の、うち、男性が3万7629人、女性が4万1374人である。2009年1月には、人口が8万人を突破することが確実であり、 2019年には84,949人まで増加し、その後は徐々に人口が減少すると予測されている。現在総人口の19%が65歳以上の老人であり、これはオランダ国内の平均15%より高くなっている。老人人口の比率は今後数年間は高まるが、その後は 国内平均値に向かって修練すると予測されている。なお、若年者人口は28%であり、国内平均の30%より少し低い割合である。また、2008年1月現在において、外国人居住者は8600人以上であり、総人口の11%程度を占めている。このうち最も多いのが、日本人であり1719人に及ぶ。 次に多いのが、インド人、中国人である。なお、インド人の人口増加は可燃度58%に達しており、急速に存在感を高めている。アムステルフェーン、および、隣接地域には、多くの日本企業が、現地法人を設立していることでも有名で、キャノンやヤマハ発動機、三菱自動車、クレハ、リコー、ヤクルト本社といった、大企業が進出している。 また、オランダでも、有数の日本人コミュニティが存在し、市内中心部のショッピングモールでは、ジャパンフェスティバルが開かれたり、日本企員が、ヨーロッパ囲碁文化センターを開設しているなど日本との、接点も多い。市民の多くは、アムステルダムや、アムステルダムスキポール空港周辺に通勤しており、アムステルフェーンはこれらの住民のベッドタウンとして、機能している。近年、 KLM オランダ航空や KPMG の本社が市内に立地したほか、海外企業が市内に事業所を設けるなど、事業活動も盛んになりつつある。また商業面では、1990年代にトラム、メトロが延伸されてから、アムステルフェーンビネンホフ駅直結のスタズハルとアムステルフェーンができ、アムステルダム市内からも買い物客が流入している。 メトロ51系統専用道路を走る、ツードタンジェントバスオランダの基幹空港である、アムステルダムスキポール空港が、町の北西に隣接している。約10分おきに運行されているバス300系統で、乗り換えなしで、アクセス可能。高速道路 A9 が、町の中央を東西に縦断している。町の南北を結ぶ、基軸道路は、 メトロの軌道が敷設されているベネルクス通りである。スタッズハルトアムステルフェーンアムステルダムセボス。ありがとうございます。